歴史マジヤバくね。折島一平と鎌村屋でお送りしておりますクロス FM ウィークリー虎ノ門ニュース。さあ、ロマンあふれるこちらのコーナーに参ります。折島一平の歴史マジヤバくね。さあ、このコーナーは豊富な知識と趣味の渋さから木曜コメンテーターの有本香里さんから、あなた明治生まれでしょうと疑念の目を向けられる大規模経歴詐称男こと折島一平さんから、ある人物にまつわるお話をいただき、リスナーの皆さんに歴史マジヤバくねと思っていただくお時間です。はい、今回もタイトルコールが若干というかだいぶ平泉成さんですけどね。はい、じゃあ久しぶりに私から、はい、マジヤバ偉人ご紹介いただけますか。はい、今回はですね、マジヤバを抜きにしても本当の偉人でございます。はい、偉大なる人道主義的陸軍軍人樋口喜一郎閣下です。人道主義者。はい、あのね、まあ人道主義っていう言い方もね、まあその樋口さんはまあその多分好まれなかっただろうなっていう、それ口に出して言うことじゃない、当たり前のことを当たり前にしただけだとね、おっしゃるだろうなと思わせるような人格の持ち主ですね、この方はね。うん、あのね、やっぱりほらシンドラーのリストっていうね、映画がスピルバーグ監督の全世界的にヒットして、そしてもう圧倒的なその知名度ね博したでしょ。そんで杉原千畝さんっていうその外交官が、日本のシンドラーなんて言われ方をしてね、6000人のユダヤ人の命を救ったナチスドイツの迫害の手からそのかばってね、しかも外務本省のその、まあ、日本政府からの指令に反して、杉原千畝さんが頑張ってね、一人頑張ってユダヤ人の命を救った、ね、でシベリア鉄道で、あの全部で、ね、シベリア鉄道経由で日本に逃がしたなんて言われてますけど、あのね、杉原さんは偉大です、はい、やったことも素晴らしい、本当に、はい、あのもうものすごい業績なんですけど、うん、あのね、ちょっとこれあの歪んでるところがあって、ですね、杉原さんは外務本省の命令に反したりとか日本政府の意に反したりはしてないんです。全然そういうことじゃない。だから日本政府は別にユダヤ人のその、あの逃亡というかね、ナチスからのその逃れる、その逃避行を邪魔したり迫害したり、ましてや妨害なんか全然してませんからね。これまず誤解、はい、それとね、日本のシンドラーっていう言い方がまずおかしいんですよ。つまりなんで向こうがメインになってるんですか。救出した人間にしてもね、別に数の高でね、多いから尊いくて少ないから尊くないとかっていうつもりはもとないけど、シンドラーっていう人が救ったのはせいぜい1500人ぐらいかな、でも杉原千畝が作った人は6000人以上ですよ。そうですよね、ね、日本のシンドラーっていう言い方はおかしい。オスカーシンドラーを捕まえてドイツの杉原っていうのが筋なんですよ、うん、本当はおかしいの、順序が逆なんですよ、ね、でさらにその順序が逆のこの最たる人です、樋口喜一郎さん、何が順序が逆かといえば、はい、杉原千畝氏がね一生懸命その尽力して多くのユダヤ難民を逃がした、うん、それより以前にナチスのもうさらに深刻な迫害を受けてるユダヤ人たちを多く、逃がした、そのもう本当にその大恩人が、彼らからすれば恩人が樋口喜一郎中将なんですよ。そうなんですね、うん、あの陸軍大学でね、ドイツ語やロシア語を学んで、はい、あの情報武官として、情報将校としてヨーロッパや、まあ、満州方面にね赴任されてた人なんですけど、その過程で必然的にそのユダヤの難民だったりユダヤの長老だったりっていう人に会うわけです、で世界中で我々ほど不幸な民族がいない、とにかくどこ行ってもいじめられるんだと、それ救ってくれるのは日本人しかいないかもしれないみたいなねことをこぼされるわけです、はい、ね、やっぱり彼らは知ってたわけですよ。第一次世界大戦が終結した後のパリ講和条約ね、ベルサイユあの条約が結ばれたパリ講和会議において、連合がね、勝者としての連合国の中で、当時日本は戦勝国の一員で連合国側でしょ、イギリス、フランス、ロシア、アメリカなんかと一緒に戦勝国の側だったわけだから、そこでパリ講和会議で人種平等法案っていうのを提案してね、前権の西園寺公望、牧野信明ね、こういう人たちがその提出した 人種平等法案、人は肌の色によって人類は差別されてはならないっていうような、それが結局その白人国家の勢力によって、まあ、否決されたというか採択されなかったですよね、非常に残念ながら。それを多分ユダヤ難民の彼らは知ってたんじゃないか、ね、で五族共和と言われた満州国ですよ、この満州国目指してその頼むからビザ発給してくれと、ユダヤの難民がもう怒涛のごとく押し寄せるわけです。でソ連と満州国の国境近くの町のオトポールってところがあったんですけど、はい、ここに滞在してたね、そのユダヤ その難民たちが満州国経由で、で今度上海に出て、で上海はもう列強と言われる諸国がいろいろその咀嚼してるそのあるでしょ、その土地が、でそこに一旦避難して、そっからさらにアメリカに渡るという、そういう避難の経路というかルートがあったわけですね、はい、でそのためには何としてもまず満州国に入る、ね、
でそのためのビザをなんとか発給してくれないかという申請を出してたわけですよ、うん、で当時、まあ、日本まだその三国同盟という形で強固な結ばれ方はしてないけれども、日独防共協定みたいなね、防共っていうのはあの共産主義の共をあの浸透を防ぐっていう意味の防共っていう意味で、あの日本とドイツはまあその協定結んでたので、うん、まあ準、まあ、軍事同盟ではないけど非常に友好的なその二国間関係であることは間違いない、うん その当時ね、うん、の関係もあるから当然ドイツ側からの働きかけがあるわけですよ、まあ、はっきり言えばもうほぼかもう限りなくその命令に近い要請というか、うん、ね、ユダヤ人の連中を、ね、手を貸すことはしてくれるなよというような、はい、それを樋口さんは一切無視した。人道的見地からただただどう言ったか、はい、我々はたとえ同盟国といえども、たとえ友好国といえども、うん、白人国家の鼻息を伺うのではない、うん、それは我々の名誉ではない、ね、それがたとえ友好あの友の国ね、友好のであるドイツの、あの意向に背くものだとしても、うんね、その鼻息を伺うものでは日本国家の意思ではない、うん、として、はい、そのね、ユダヤの難民たち、大量の難民たちを満州ですか、はい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 、満州国に全部通すわけですよ。でその時に満州国といったらほら、あの安全保障の面をね担当してたのは関東軍でしょ。その関東軍で参謀長だったのが後の総理大臣である東条英機さんですよ。だから東条さんね、ものすごい永久戦犯で東京裁判のね、とにかくまあ大東亜戦争のもう開戦の責任から、うん、何から何からもう全て一身の悪名を背負ってね、まあああいう形で不幸な処刑のされ方なさったけども、だけど連携プレーで ある意味では超法規的にもう人道的見地からもう死の後の言ってる場合じゃない、とにかくこれは助けなきゃいかんって言って、うん、ビザの発給ゴーサイン出したのはね、樋口さんと東条さんですよ。うん、これはね、あの絶対にね、あのイスラエルのね、あの人たちも、うん、まあ、もちろんあの分かってらっしゃる人は分かってらっしゃるはず、うん、あの広く知られなければならない、もうほんともったいないことで、だからね、その当時、まあ、安江さんっていうね、まあ、これも、まあ、陸軍大佐ですごい方がいるんですけど、この人はね、満州国五族共和が六族共和になっていけない理由はないって言って、満州国の国内にねユダヤ人特区作ったらどうかっていう案も出たんです。そうこれはね、あの安彦義和さんっていうね、機動戦士ガンダムなんかに携わったあの方の漫画でね、虹色のトロツキーっていう素晴らしい大傑作があるんで、漫画がお好きな方はね、そこから入られてるとね、なんかもっとお話が具体的に見えてくると思うんですけど、うん、もしですよ、その時満州国がね、日本と連携してユダヤ難民をね、特区として受け入れるようなことやってたら、うん、果たして大東亜戦争みたいなことになり得たかね、あ、日本はもう当時世界の目が変わったと思いますよ。ユダヤ難民をこうね、分け隔てなく、要するにもうロシアだ朝鮮だ、そしてシナ、満州ね、でモンゴルなんかと一緒にね、そのこう混沌としたね、そのサラダボウルの中に受け入れて、みんな仲良くやれよということで、それをバックアップする国なのかと、これは見方変えなきゃならんぞっていうふうに、それ絶対なった可能性あると思う。これはね、返す返すも残念な話で、まあまあ、そのさすがに満州国に特区を作るところまではいかなかったんだけれども、少なくとも、まあ、このオトポールのね、この大きな出来事をきっかけに、もう数えきれないそのユダヤの難民の人々は樋口喜一郎中将の、まあ、庇護のもと無事に、国外、まあ、海外脱出することができたというね。でもドイツはどうしたんですか。いや、だから猛抗議ですよ。日本帝国政府に対しても徹底的な抗議。でもそれに対してあの陸軍当局がどうしたか、これ立派なもんですよ。樋口さんに別に例えば降格処分にしたとかね、うん、人事面で左遷したとかね、給料下げたとか、そんなこと一切してません。まあですからね、その、まあ、関東軍からね出頭命令を受けたりも、まあ、一応まあ形だけはするんだけど、樋口さんは、まあ、不問にされて、で、まあ、終戦時はね、あの北海道の、あの方面の守備隊の責任者となってね、例のシム首都とかですよ、あの日ソ中立条約を一方的に破ってソ連軍が怒涛のごとく押し寄せてきた時にね、戦わずして無条件降伏はありえないって言って、樋口さんたちが頑張ってくれたから、踏ん張ってくれたからね、もうあのその時に頑張ってないでね、シナ派遣軍、あの方面軍の某司令官みたいなね、まあ、武士の名付けで名前は言いませんけど、ある方みたいにもう即座にそのまま武装解除受け入れてね、はい、丸裸になってもう身を差し出してたら、今頃北海道の半分とか北海道全部ぐらいがロシア領になったかもしれないっていうぐらいの、ああそういうことですね。そうそうそう、その時の、まあ、南カラフトから千島をね侵攻してきたソ連軍の前に立ちはだかって、シム首相で戦ったのも実は樋口さんというね。だからもう本当ね、この人ね難所難所でね、まあもう、ま、本当に天の廃材というか、よくだからこの場所に樋口さんという日本人を置いておいてくれたなっていうようなね、
まあ当然ソ連軍としてはもう腹渡煮えくり返ってしょうがないわけですよ。こいつのおかげでね北海道取れなかったね、うわしリーフやプチルやプミヤシみたいなね、うん、なんで、うん、戦後戦犯としての引き渡しを要求してくるわけですよ、身柄の、はい、ところがマッカーサーがこれを却下したと。なぜ却下したか、事実が5年後に判明するんですけど、この背後にやっぱりアメリカの国防総省があって、その国防総省に影響力を及ぼすことができたのが世界ユダヤ教会だったって。やっぱアメリカ、まあ、今でも現在のアメリカの国家ね、うん、アメリカ国家に対してもそうだけど、やっぱユダヤ人の人たち の, その影響力っていうかロビー活動ってすごいでしょ、はい、ちゃんとやっぱりその受けた恩を忘れてなかった。うん、俺たちの同胞の命を救ってくれたジェネラル樋口を、ね、彼は戦争犯罪にでも何でもない見逃せと働きかけて、結局樋口さんはね不当な裁判にかけられることもなく、うん、ね、まあ穏やかなね晩年を無事に、80代までね送られることができたということなんですけど、イスラエル建国のね功労者を称える黄金の日というね、はい、あるんですよ、記念碑がね、そこになんとジェネラル樋口がね、偉大なる人道主義者という肩書きのもとに、刻まれてるということでね。そうなんです、ね、うん、だからね、映画も作られました、杉原千畝さん、うん、もちろん偉大です、素晴らしい、ものすごい仰ぎ見るべき人なんですけど、うん、杉原さんだけじゃなくて、そうですよね、帝国軍人にこういう人がいたんだということはね、うん、はい、もう本当声を大にしてね申し上げたい、本当は誇るべき日本軍人ですよ。確かに人として素晴らしいですね、うん、またね肖像写真も残ってますけどね、うん、はい、別にね特定のね出版社と書籍の宣伝をね頼まれてやってるわけじゃないんですけど、別冊宝島から出たね封印された日本軍の功績っていう素晴らしいムック本があるんですよ、はい、トラノモンニュースでもおなじみの井上和彦さんや青山茂春さんがインタビューに答えられてたり、はい、あるいは原稿執筆なさってますんで、はい、そこに尊敬される日本軍人列伝という中にトップに挙げられてるのが、数千人のユダヤ人を救った日本のシンドラ、まあ、この日本のだからこの日本のシンドラというもう記事もねちょっと残念な、私に言わせれば日本のシンドラよりはるかにすごいよと私は個人的に申し上げたいですけど、樋口喜一郎陸軍中将のね素晴らしさをぜひねご記憶いただきたい。いや、うん、こういった方がいらっしゃったんですね。そう、こういう人がやったことは絶対に恩を受けた人間は忘れない。この場合はイスラエルの民、ユダヤの民は忘れなかったんですな。駐日イスラエル大使からオリーブの木が送られたという岐阜県大垣市のね大垣市役所前公園、はい、これは何でかっていうと樋口喜一郎さんの本籍地があったのがその岐阜県だからっていうことでねっていうような、それがね2009年の出来事だったそうで、つい最近ちゃえば最近でしょ、ね、そうですね、ね、ほんとね、私も岐阜に行く機会があったらね訪れてみたいなと個人的に本当にミーハー気分で思います。改めてハルビン特務機関長だった樋口喜一郎さん、オトポールでの黄金のね、奇跡を現出した男として、ぜひほらもう日本の誇りですからこういう人がいたってことがねご記憶いた願えればと思います。